はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、前回ね、こちら紅白歌合戦のイベントの中にある超難関ステージを、まあね、初見ということで、まあガチパで、まあやったんですけども、今回はちょっと違う編成で、はい、こちらの、完全に、無課金編成で、挑んでみたいと思います。スタメンとベンチね、もう両方ともこれ全員無課金キャラなので、まあイベントさんであったりとか、まあそういうキャラで、組んである感じで、まあ先発のそのイベントさんのなんか強いキャラっていうのがいないので、それだもんで、まあタユタユをまあ調子の兼ね合いで入れてるような感じなので、ちょっと頼りないので、まあ早々にこちらのソラちゃんに、交代するような感じになっていくと思います。はい、もうね、こちらのソラちゃんはね、もう無課金最強のリリーフなので、まあね、タユタユよりかは期待ができるかなというような感じですね。はい、であとはまあね、もう見ての通り、まああとはね、このこちらの UR、 まあ UR の翼ちゃん、まあこちらもね、無課金で作れるので、無課金キャラなので、一応まあ野手の中では無課金最強と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、間違いなくぶっちぎりですよね、 UR ですからまあね、こちらのね、翼ちゃんの期待もね、しつつね、まあ勝てるのかどうかっていうのをね、やっていきましょう。はい、相手の調子はまあなんとも言えないというような感じで、まあ先発の調子が良くないので、まあそうですね、ワンチャンあるかもしれないですけど、これね、奪三振の費用儀持ってるんで、やはりね、きついっすね、そこは。まあさあ、どうなっていくか。はい、プレイボールです。はい、でヒットで出塁。さあ、いいですね。ほら、こうやってミート G にされるんですよ。はい、で三振で、アウト。出塁はするものの、ダメでしたね。お、三者凡退。こちらも三者凡退。で、ヒット。で、三振。とりあえずね、ワンヒットは出るもののというような感じですね。ヒット、ヒット。危ないですね。危ないですよ。三振、危ねえ。危ねえ。危ないんだよ。ヒット、OK。で、三振で、アウト。で、競合大会は、あれなんですよ、スタミナ、敵同士のスタミナを一応減らす効果があるので、まあそういうのもね、一応そういう仕事もしてくれるということで、お、フォアボール、フォアボールで、出塁。で、ダブルプレイ、ダブルプレイはだるいな。お、ヒットで、あ、先制、はい、OK で先制しましたね。1-0、まだ全然油断はできない感じではありますが、はい。で、タユタユが意外と、抑えてくれますね。で、ヒット。ヒイラギちゃんがいい感じ。で、敵投手、良くないですね、やっぱり。で、アウトで。またミート G だ。いやー、奪三振の費用儀はね、ちょっとだるいよね。おー、いいね、泉田ちゃん。おー、スリーベースヒット。おー、タヌキがスリーベースヒット。タヌキつっちゃった。ひふみんみたいに。はい。で、まあ、牧野ちゃん、花ちゃんがね、スリーベースヒットということで。大量に、大量とは言わないか、まあリードを広げていく感じ。おお、これでタユタユがまた投手だよ、方のタユタユなのにこっちの野手のタユタユが何にも活躍してくんねっていうてかミート G にされるんだよな。そろそろ交代しましょうか、ソラちゃんに。いいですね。はい、で頑張ってくれました。タユタユが、先発タユタユが意外とね結構打たれるかなって思ったんですけど、はい、でアウト、アウトで、三者凡退。はい、でヒットでアウトで、アウトで、ツーベースヒット。アウト。危ない危ない危ない。今のところなんとか奇跡的に0点に抑えているような感じですね。はい、でアウトでヒット。で盗塁成功。ヒット。1点許すか、1点許しちゃうか。どうしようかな。じゃ全、まああんまり意味ないと思いますが、2安打。全力投球でやってみましょう。はい、で三振を取っていく。確実に三振取りましたね、今。はい、でヒット。おお、そらちゃんのヒット、これは貴重ですね。でヒット、ヒットでつなげていく。でヒット。じゃあ最後、まあ翼ちゃん回ってきてるんで、まあせっかくなんで強振してみましょう。おお、スリーベースヒット、ナイス、オッケーです。はい、3点タイムリースリーベースヒット。これでさらにリードを広げていく。じゃあ、ダメ押しの犠牲フライ。はい。
じゃあ、うん、犠牲フライも成功していく。素晴らしい、泉田ちゃん、いい活躍ですよ。はい、よし、安心。で、せっかく、まあ、抑えもいるんでね、椎名ちゃんに、託しましょう、最後。はい。マウンドを託します、最後の回。椎名ちゃんに、ああ、ヒットを許す。じゃあ、牽制。牽制で、うん、アウトにはならないけど、まあ、ここで出塁はないので、はい。じゃあそのまま行きましょう。はい、アウト OK でございます。8対1で、まあ、勝つことができましたよというような感じですね。はい、おー、ランクアップ。はい、これでまあ1レベル貢献。はい、 OKOK です。はい、まあね、紅白戦はね、もうね、なかなかきつい、相変わらずきつい状況ですよね。はい、まあ投手成績の、あ、投手成績が、成績の方がまあまあまあ、やはり翼ちゃんが、まあ、打点が3ということで、3打点ということで、まあ、だいぶ貢献したよというような感じですね。で、あとは花ちゃんね。はい、というような感じ。打席結果はこんな感じ。で、まあ、投手成績は、まあ、失点ゼロですね。イベント3対2という、すごいですね。うん。相手、海王相手に無失点ですか。はい。で、そらちゃんはね、ちょっと1失点しちゃいましたけど、まあまあまあ悪くない、投球だったかなっていう感じですね。はい。で、最後、椎名ちゃんががっつりと、まあ抑えて、まあ、ヒットを許すも、まあ、ちゃんと0点に抑えて、終えたような感じですね。はい。ということでね、まあ、無課金キャラでも、まあ、ちゃんとね、育成をしていれば、まあ、勝てるよ。まあ、あと、調子の問題とかも良ければ、まあ、競合イベントでもね、まあ、勝てるということで、まあ、勝てそう。まあ、もうちょっとで勝てるんだよなとかっていう感じの人は、ぜひね、諦めずに、まあ、やってもらって、まあ、自分のチームのね、勝利に、ちょっとでもね、ポイントに貢献してもらえればなと、思います。それでは、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。